にゃ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 、かわいい。今日は何の日？エイプリルフール。いたずらしてもいい日、世界中でみんなやってるんだから、はるなちゃんも怒らないよね。きっとみんなもミーコたちのいたずらを期待しているのね。画面の前のみんな、見てるのは分かってるんだぞ。なんちゃって。クラフトエッグ。バンドリーガールズバンドパーティー。アルパ歴5年、諸国大名が力を持ち始めた群雄割拠の時代、各地の大名たちは自らの野望を叶えるべく戦いを繰り広げ、天下はかつてないほどに乱れていた。若宮家が治めるこの地にもついに有力大名の手が迫ってきていた。ユウ様、忍びの者からの連絡です。やはりサヨさんの軍はこの地を抜け都へ向かおうとしているそうです。
ついに花咲川一の弓取りと呼ばれるさよさんが兵を動かしましたか。是非もなしですね。私も見に行ったけど、すっごい数だったよ。もう天下統一とか諦めた方がいいんじゃない？いえ、そんなわけにはいきません。今この瞬間も戦に苦しむ民がいるのですから。ふふ、イブ様、ご立派です。昔は花咲川のうつけ者なんて言われてたのにね。確か桜の木に向かって木刀を振ってなかったっけ。それは昔のこと、今となっては夢幻のごとくです。とにかく天下統一のためには今ここでさよさんに負けるわけにはいかないのです。でもさよさんの軍はすごい数です。イブ様、どうするつもりなんですか。むむむむ、こんな時こそ武士道です。泣かぬなら泣くまで武士道ホトトギスと言いますから。聞いたことないんですけど。じゃあこうしない？私が行って話してこよっか。あの人私のお姉ちゃんだし。もうすぐ若宮さんの国に入るわね。皆さん、今日はここで夜を明かしましょう。天下の乱れは風紀の乱れ、見過ごすわけには参りません。若宮さんには申し訳ないけれど、私のもとに下っていただきます。あら、雨？やっぱり私が雨女だから。若宮家へ攻め込まんとするさよ軍。休憩中、悪天候に見舞われたさよのもとに一人の忍者がやってくる。何者？姿を見せなさい。ああ、落ち着いてよ。私だって私。ヒナ？突然国を飛び出したと思ったら連絡もなく、あなた今まで一体どこにいたの？そんな話は後だよ。傘もささないでこんなところにいたら風邪ひいちゃうって。はい、これ傘。この傘は受け取れないわ。それにしてもあなた、なんでこんなところに？実は私、今イブちゃんのところにいるんだ。イブちゃんもツグちゃんも面白くてうんってするんだよね。ふらりと家を出て行ったと思ったらそんなところに。あなたはいつもやることが極端なんだから。でさ、ちょっとお姉ちゃんに相談なんだけど、責めるのをやめてくれないかなって。え？そしたらイブちゃんたちともお姉ちゃんとも一緒にいられるでしょ。突然そんなことを言われても無理に決まっているわ。天下の風紀を乱れたままにしておいてはいけない。私がやらないと。なんかイブちゃんも同じようなこと言ってたよ。だからとりあえずイブちゃんと話してみてよ。ほら、お姉ちゃん行くよ。ちょっとヒナ。つまり私たちの志は同じはず。ぜひ協力してはいただけませんでしょうか。ね、私の言った通りだったでしょ。そうは言っても簡単に返事をするわけにはいかないわ。本当に若宮さんを信用していいものか。こうなったらもう奥の手しかないね。すぐちゃん、あれ持ってきちゃって。はい、さよさん、こちらをお納めください。この山吹色に輝くものは、見くびられたものですね。こんなもので私の心を動かそうと。揚げたてのフライドポテトです。こ
ちらが私たちの友好の証。湯気が、なんて魅惑的な香りなの。ほらほら、一緒に戦ってくれるなら食べ放題だよ。仕方ないわね。わかりました、手を組むことにしましょう。ただこれだけは言っておきます、私はフライドポテトに負けたわけではありません。あくまでも天下の風紀の乱れを。わかってるって、お姉ちゃん大好き。ちょっと抱きつかないで、苦しいじゃない。一時はどうなることかと思いましたが、これでイブ様の野望に一歩近づきましたね。はい、これより若宮家は天下統一へと乗り出します。かくして花咲川一の弓取り、左右を下した若宮家、この戦いにより若宮家もまた一躍有力大名として名を馳せることとなる。壁岩の武士若宮イブの天下統一に向けた物語が今始まる。